どうもジャミメです。今日も神 VS 神の解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。そう、アップデートでね、一時停止機能ができたので、まあ、こんな感じにね。なんで重要なとこはちょっと一時停止機能を使っていきたいと思います。これはまずパフェ済みですね。パフェが取れる。赤ハッカの3連鎖で、緑ハッカの2ダブもある。これは3連。連結3連。2連パフェ取ったけど、連結3連で返される。テトリス打って、T スピンダブルテトリスの地形を構えといて、STS3 にしましたね。で、T スピントリプルの形を作ってから、アイスピン。からの T スピントリプルを妥協して、再びアイスピン。さあ、幽霊が乗ってて、4連鎖で返される。さあ、両方の画面見るの辛いぞ。単発打って、テトリス打った。紫ハッカの4連鎖。連結3連の4連鎖。BTB 付きのテトリスで返す。緑ハッカの2ダブ持ってますね。打たずに、伸ばしに行った。青ハッカで、3ダブ。いや、3ダブ4連。3ダブからの4連鎖ちょっと見えなかったですね。T スピンダブル、BTB 付きの T スピンダブルで、ダブル消しで、連続攻撃をする。さあ、これは一回単発で整地してから、さあしっかりネクストで緑が来てるのを見て、緑で伸ばしましたね。これは4連5連6連差。さあ、でかい。いけて、穴的には悪くないですね。さあ、ちょっと迷ってるけど、緑ハッカ123何連差だ。3ダブの4、5、6連鎖見えない。6連鎖ある。こんなの見えないですね。さあ、T スピンダブルから、回転量を駆使しつつ、整地して、下穴の直列までたどり着ければ、全然まだまだいきますね。しかし、2ダブの3がでかい。でかくて、さらに穴腹が来たんで、だいぶきつくなってますね。青ハッカの、1、2、3。3連鎖。緑入れて、鶴亀で緑入れて、これは間違えた。一時停止の。緑で、鶴亀で緑入れて、青、紫、緑で、5列目に青も乗ってんのかな、これ。青乗せたのか。で、赤も乗せて、これやばいっすよね。これ覚えてますよ。これ俺絶望した、これ。5連鎖、6連鎖で、幽霊で青が入って、この赤までの10連鎖というね。こんなの撃たれたらどうするんだっていう話ですよ。俺がかわいそうになってくるな、これ。さあ、鬼畜の10連鎖撃たれて刺さる。いやー、無理ですね、あんなの撃たれたら。しかも、組むのが早すぎる。ほとんど迷いなしでもう、ノータイムで組んでるっていうのが恐ろしいですよね。さあ、これはこっちのパフェを凝視して、4連鎖を先打ちしてきましたね。おそらく。さあ、パフェは取らずに普通に積んで、これは、緑で、あ、なるほど。緑で打って、整地してからの赤ハッカー。さあ、これは無理はせずに、一回単発で整地してから、まあ、できるだけ積もって赤ハッカー。こういう、やっぱり妥協する判断も素晴らしいですよね。ぷよが引けなきゃ負けっていうところあるんで、妥協することもかなり重要なんですよね。さあ、紫ハッカーだけど、一回2連鎖で、総裁した。紫が来てなかったんで。さあ、2ダブの3。お邪魔の巻き込み方がうまい。さあ、Tスピンダブル打って、ハンバーグから、青ハッカーで、どんぐらいあるんだろう、これはわからないっすね、ちょっと。3連鎖に見えるけど、どうなんだ、なんか、消え、なかった。3連鎖でしたね。緑ハッカーで、できるだけ積もって同時消しを、多くして、なんとか相手に返されない量を送った。さあ、これは回したけど刺さる。まあ、これは普通に刺さりましたね、今のは。
DT4 で、これいつも通りの DT パフェの構えですね。さあ、パフェ取れて、刺さったかと思ったけど、黄色の盾さんの受けが広くて、大丈夫でしたね。2ダブはパフェの後打ちで返せるけど、ビビたる量なんで、まあ問題はないですね。さあもうどん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 積もって早い。4連鎖。さあこれちょっと地形が悪いけど、この地形の悪さをしっかりキンクリで解消しましたね。これはいい判断。Pスピンダブルからシングルテトリスと。さあ4連鎖打ってくるけど、これはこちら側が先打ちしたんで、先打ちした分を、先打ちした分が保留されていたんで、これ強いですね。黄色で、黄色が3列目埋まる。今のは良かったですね。先に打っておくことで、保留させておいて、相手に打たせて、それを全部受けてから送ると。相手に打たれたのを、相殺してしまうと、そんなに送れないんですけど、先に打ってから受けることによって、かなり相手に送ることができます。さあ、これ DT4 2連発打って、アメミヤホから、黄色発火で、1、2、3、でかいこれ。7連鎖。でかい。さあ、Z ミノミスった。予想以上にでかいですね、これは。さあ、これは T スピンが間に合わずに刺さる。まあ、ちょっと Z ミノを置きミスしてたけど、まあ、これは耐えられるだろうっていう量を把握したつもりだったんだけど、予想以上にでかくて刺さったパターンですね、おそらく。7連鎖も正直あると思ってなかったんで、これは完全にやられた感じですね。予想以上にでかくて刺さってしまった。さあ、テトリス打って、単発で整地して、緑発火、なるほど、うまい、鶴亀でちゃんと繋げてますね。4連鎖、連結の4連鎖なんで強い。さあ、少し置きミスしてて、Tスピンダブル。機密してるけども、これはもうどんどん火力作ってますね。赤ハッカの2ダブの3、4、6連。でかい。わかんない、本当に。しっかり見ててもわかんないですからね。なんでこんなわかんないんだってぐらいわかんないですね。さあ、青ハッカのでかそうだ。1、2、3、4、5連、6連あるかな ?6 連ぐらいありそう。撃ってきた。1、2、6連だよな。青までのおそらく6連ですね。さあ、でかい。さあ、しっかり受け切って、これ T スピンフィン。このフィンはすごいいいフィンですね。T スピンフィンをしっかり撃ってって、81で3連鎖撃つ。受けてからテトリスと撃って、で、できるだけ積もって同時消しを多くしましたね。3ダブ3トリぐらいからの5連鎖。同時消しがやはり途中で挟まってるんで強い。これは紫ハッカか。紫ハッカで左側も巻き込みつつお邪魔を消して3連鎖。受けてからさあ、2連鎖で帰るということは、これはマージンが入っている。マージンが入っていると結構辛くなるぞ。TSD 打って、赤ハッカーかと思いきや、青ハッカーもある。2色ハッカーうまい。こういうやっぱり2色ハッカーもね、ちゃんとやってるんで、引けないということがかなり少ないんですよね。さあ、緑ハッカーの1、2、3、4連鎖。5連鎖1、2、3、4、5連鎖。うまい。鶴亀がうますぎる。さあ、辛くなってきた。Tスピンダブル打っていけど、これマージン入ってるんで。赤ハッカーの3に4連鎖までありますね。さあ、青空見て、しっかり積もって同時消しも挟んだ。2ダブで、これ同時消しで、これね、こんだけ返ってくるんで。あれが強い。しかも青空見てからの判断が早すぎる。あんなにすぐ判断できるもんじゃないんですけどね。
青空を見てからの落ち方が早すぎる。さあこれは7連鎖打たれて致命傷ですね。いやもうこれは完全にやられましたね。内容で完璧に負けた。しっかり同時消しで2ダブで火力を多く しつつ、さらに連鎖数も多いと。いやーこれはもう無理ですね。もう一個見ていきましょう。うますぎて解説がちょっとできてないとこ多いですけど、もう本当に全てがうまい。すっかりもうアップデートしてる環境に慣れてる感じはありますね。同時消しをうまくめちゃくちゃ対応してるんで、ところどころ同時消しで火力を上げてちゃんと相殺してるのがわかる。これはどんどん平積みで2ダブの3、これは4ラインなんで総裁やってたけど、まあ総裁外してもよかったかな。青ハッカの3、4、5、6連鎖、5連鎖、5ダブかじゃない、3連鎖だった。平積みで2ダブの3、これは1回総裁当てざるを得ないですね。さあテトリス、テトリスを打って紫が引けなかった。さあ刺さるか、刺さった。あ、これはちょっと紫が引けなかったですね。まあでもやっぱり平積みも強いですね。テトリスの火力はかなり高いんで、ティースピン W よりも火力が高いんでテトリスはやはり強い。さあパフェから2連パフェが取れる。さあ連結の2連を後打ちのパフェで返す。これ後打ちなんで結構返りますね。一段強化。これ黄色ハッカーですかね。黄色ハッカーの3連2ダブ、赤ハッカー、赤ハッカーだった、分かんなかった、赤ハッカーだった。4ダブの5連鎖、なんか発火点がありすぎて、どこが発火点なのかちょっとわかんないですね、本当に。これは青発火じゃん、青発火でしょう、さすがに。青発火で、4連鎖。4ダブか。俺 TD アタックでなんとか耐えに行く。ちゃんと同時消しを踏まえてるんで、火力が高い。連結2連を後打ちで返す。削って T スピンダブルから、T スピンダブル。赤ハッカーの、でかいこれ。3、4、5、6ダブ ?5 ダブの6連か。お邪魔も全部巻き込んで、もうすげえ綺麗になってますね。お邪魔の巻き込み方が上手すぎる。これは赤ハッカーででかい。1、2、3、4、5連鎖。5連までは見える。さあしかし3列目に2段振った。反発で整地して青ハッカーにした。青ハッカーで2ダブの4連鎖。それでも2ダブの4連鎖ある。でかい。さあ、これもマージンが入ってるんで、かなりうまく立ち回らないと厳しい。後打ちでテトリスしたけど、帰んないですね。さあ、T スピンシングルから。テトリスにするでしょう。5ダブ垂れて、できるだけ総裁外してテトリス。うわ、青の繋ぎ方うめえ。なんでこんな繋ぎ方できるんだろう、本当に。その鶴亀見えないでしょう。さあ、しっかり段差計算完璧で、青のライン揃えて4連鎖。さあ、できるだけ積もってから、3ダブでかい。とりあえずできるだけ積もるっていうのもね。さあこれは追い打ちしてきましたね。こっちの地形を見て判断したのか。ニトリの3連鎖だった。あ、これはすごいいい手ですね。まあ一応耐えられない形、耐えられる形ではあったけど、耐えられたとしても圧倒的不利になるんで、すごいいい大一でしたね、今の。
同時化粧維持が凄まじい。紫赤の3、4、5連鎖。5ダブ。さあ伸ばしてきて、発火した。黄色までは無理せずに、普通に発火しましたね。3ダブ、4ダブ、5連鎖。これは青発火した。無理せずに、やはり青発火しましたね。うまい。6連鎖ある。予想以上にデカすぎる、これ。対戦してるとわかるんですけどね。なんでそんなにデカいんだっていう感じになるんですよね。本当にやばいな。さあ、2ダブでしっかり量を把握して返す。こういうとこですよね。テトリス側の量計算もしっかりしてるんですよ。だから強い。どれぐらい火力が飛んでくるのかっていうのも把握してるんで。4ダブ。一応後打ちで相手に火力を送りますね。これも先打ちしてたらちょうど完全総裁になるぐらいの火力の量だったんで。今のはしっかり後打ちするのが重要ですね。後打ちしないともう完全操作でどん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 相手に組まれちゃうんで。そういうね、火力計算もちゃんとしてるんで。相手の思い通りにさせると、相手のペースに握られてしまいますから。これは、シングルから、平積み。赤発火で、赤が来なかった。これは、刺さりましたね、普通に。赤が来なかったんで刺さった。赤が来れば、まあ、繋がっていたんで。まあ、まだまだ続いてたでしょう。まあ、しかし、引けず。いやー、本当に、まあ、一時停止機能あんまり使わなかったけど、いやー、本当にうまいですね。こう見てみると。改めて見てみると、一つ一つがいろいろうますぎる。素晴らしすぎる。はい、じゃあまあ、こんな感じで、今日もお疲れ様でした。よければ、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。